夢の一打席対決番外編。対戦相手は静岡神原の4番バッター遠藤正樹君。チームナンバーワンバッター相手に藤田の球はどこまで通用するのか。静岡の阿部慎之介すげえじゃん。うわー、いや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 、見事レフト前ヒット。いや一球勝負じゃん。これは面白いのよ。頑張って一球勝負じゃん。お前読んでた。完璧なミートじゃん。いやいらねえだろ。完全なる敗北じゃん。いやあれすごい、やっぱり中学生。いやぶっちゃけね、じゃあもう内訳言いますか。そう、大木くんとの対決が終わりました。そしたらあの父兄とかが、もう父兄っていうのはその中学生の父兄、父兄とか、うん、楽しみにしてたと、うん、したら大木くんからの提案で、じゃあ藤田さん、このバッター、ここの4番と対戦するっていうのはどうですかって。そうだよ、盛り上がるって。それはいい提案だったね。で監督さんに、じゃあ4番お願いしますって言ったら、おいジャンボって言ったんですよ。ジャンボ来いっつって、でっけえやつ来て、富士田より大きいってこと。俺より多分でかいっすよ。いや俺よりも大きいよ。そしたら、いやそりゃそうですよ。俺も俺が168だから、元より俺の方が、柴田さんより俺の方がでけえんだから。そうかそうか。いやでも180ですけど、こういうアクロだからですからね。これをストレートにしたら143。どう見えてんの。ミニボビじゃねえじゃん。どう見えてんの。超小さい。140cm だったじゃん。超小さいな。でジャンボって言ったら、ジャンボでほんとでっけえすげえやつが来て、すごいわ。これで負けちゃったから、じゃあもう20年後またあいつと勝負したから。なんでやんなきゃいけないの。あいつ多分プロ行くぜ。呪術なぎだなお前の。もうあいつプロ行くよ。いやもう20年後さ、大木さんと勝負したから。